皆さんこんにちは。こんにちは。モンストスタジアムで今日から追加されたんですな、ね、うん、集結最強ストライカー、うん、今日からというか、うん、6月の29日からこちらの究極ですよね。究極です。私完全に初見なんですけど、究極に参りたいと思います。はい、行きましょう。じゃあ私はあのサブでチームに入る立場から立てます。お願いします。順番的に何かありますか？皆さん2番目にミス。私ね、アグラムと X にワクワクをつけていないっていう事実を今今他全部特急です。やばい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 。行きましょうか。よし行こう。はい、では行きます。ゲームファイト。はい、どんなステージなんだねこれは。完全に初見ですね。大島くんも初見？初見です。おさっき2回ぐらい行きました。強い強い。結構時間かかりそう。やられますね。ここ負けることある？下手するとある。マジか。で、間でハマってくださいみたいな感じだからもう狙う。あもう友情コンボ出さない。安いところ行った。村さん右側にハマってもらえると嬉しかった。私も右だね。かい、素晴らしい。ちょっとここはあ、たぶん暴れたくなります。暴れたくなった。剣が2本もある。おー、でも、あれめっちゃ速くない？早い。なかなか、なかなかいい感じに高タイムじゃないか。ましたね。おお。なるほど。しゃで、真ん中に壁がね、あってあるね。あの、行きたいようにあんま動けない。時代めちゃめちゃ速い、うん、あ、ごめん、止まらんかった。ハマった。あれ素晴らしい。よくわからんけどハマった。優勝コンボ出した上でハマる。地雷のこれ倒せるかな。メテオに当たると。おー、どやー、いった。あれこれめっちゃ高タイムじゃないか。スムーズ。これかなりスムーズです。いいんじゃないですか。今のあの壁めっちゃ邪魔で前真ん中に壁か。これ難しいな、ここ。これ森本さん上手くない？これ多分左側出れますね。出れそうだよね。斜め下で行くで。ほい。出た。あれ抜けちゃった。さらに出た。おもらししちゃった。あ、でもメテオで。いいじゃないですか。一旦入って。これもしかしたらマミル先生で行けそうじゃねえか。うまくいけば。あ、ごめんなさい。これがもう。出せるかな、横で。いた。え、今のところ相当いい。結構順調。割と順調ですね。あ、おっそ。1分42秒、うん、いいぞ。あー、なるほど。私か。私です。あ、違うか、はい、あ、え、ヘビじゃないですか。え、ヘビね、ヘビ行けばよかった、ごめんなさい。出れないです。そうですね、ごめんなさい。ヘビ行くぞー。ただ、私入れるかな。何やの数。これぐらいで入れるかな。およカモン、タッケイ。素晴らしい。多いな、地雷。これ戦いの方が超多い人ですか。あ、森田さん超いいじゃないですか。あっ、おあっ、突如襲われる不調。ゲージ、ナイス。わー、ナイス。任せください。これ下入れるんですかね、こいつは。厳しいかな、左から入ってもいい。どうでしょう。さあさあ、なぜか今ネットワーク来た。入れんじゃない？入れなかった、ごめんなさい。ダメだ、やばい。ちょっと私狙ってみるぞ。あ、地雷取っとこうか。あ、ダメジョルだ、ダメだ。どのくらい地雷かわかんない。怖い、当たるかも。うまい、ナイス。なんだ、今日私調子いいじゃないか。私のゲージがやばい。だいたいプラマイゼロで安心してます。結構いいタイプ。これラスト、あ、まだ2ゲージか。はい、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。地雷、このレーザーがやばい。レーザーがやばい。あ、でもあれ地雷ほとんど食らわない。地雷のダメージはそんなにない。でもレーザーのダメージが結構ない。
そんな感じはありますな。え、どうしよう、ここ入れるかな。入った入った、あら、キラキラキラ、あー、惜しい。やばい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 、死にそう死にそう死にそう。セーフセーフセーフ。地雷全部回収したけど。ラストゲージラストゲージ。だからそんなに強くないの地雷。そうですね、ストライクショットが止まらない。おー、うわー、地雷だ、地雷祭りじゃ。その子は SS はいつのタイミングでとかどこなんだろう。これは貫通になるのと強くないからまだ。アグナアグナ使います。お願いします。なんやその地味な動き方。位置が悪いですね、難しい。横で考えてます。はい、あれ、ごめん、下行っちゃった。お、でも、お、もう一回行け。おー、一瞬もう一回行け。あ、もっと戻れ戻れ戻れ、当たる当たる、もうあと2、3発当たる、2、3発当たる、2、3発当たる。140万私溜まった。絶対これ見せてはいけない。期待しております。あー、たまんない。あー、ごめんなさい、ほんとに。でも下した、発車。そんなに遅くはないんだ。え、多分これ全然悪くないんじゃないですか。4分45秒。でも私多分この先もう 2,3 回やろうよって言って、もう 2,3 回やったとしても多分これなかなか超えられないと思うよ。そうです、私は結構分一人だったから。地雷をどう使うかですよね。内製パエルとか結構やばいんじゃないですか。うん、強いな、うん、ハーレー。これ私一人でやったら5分台も多分無理やる。結構8分とかかかる。結構難しいです。あとはゲージです。龍馬いらない感が結構ありましたね。そう、うん、そう、あの反射がいい、うん、アグナさんはすごいハマってた、うん、めっちゃ良かったですね、うん、カフィネーション。ルシファンは火力良かった。私あのマミルトンさんのもう一体の子が名前が分かる。ミカエル。あ、これこれがミカエルか。ミカエルのメテオはめちゃくちゃ強かったです、ね、良かったな、ミカエル。皆さんこんにちは。こんにちは。2014年我々は富士山を登りましたが、2015年、夏に何をするのか、今年はですね、我々自転車で2日間生放送しながら箱根を越えます。すげー、面白いよ。このままダイエットしてます。無謀なことに挑戦するって言ってたじゃない。俺は絶対に諦めない。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。